けぬい。どうなすったの？ねえ、あなた。あなた、あの人どうなさるんです？お弟子になりたいと言って見えた若い方、もう1時間もお待ちになってるんですよ。あなた、どうかなすったんですか？何だ貴様、関取、どんな額かは存じませんが、おかみさんがかわいそうです。勘弁してやってください。うるせえ。どこの風来坊だか知らねえよ。てめえたちの出る幕じゃねえ。でも関取、帰れ。おい、僕はな、お前さんの名を慕って弟子にやってきた牧隆七って男だ。ところがやってきてみると、さんざっぱら待たしたあげくに土壇場夫婦喧嘩だ。僕は夫婦喧嘩の身ならにやってきたんじゃない。お前みたいにバカ野郎がいるから、相撲は裸の手踊りだなんて言われんだ。おっと、僕はもう帰る。お前は確か西の小結びだっけな。それじゃあこっちは東へ行く。うん、おい。おう、どう玉川崎。何の甘露と難しいこと言うよりも、この野郎どもの鼻を沸かすには、お客をモリモリ入れることが一番だ。相撲にお客がついている以上、びくともするもんじゃねえ。のう、そうだろう。今だって本場所といいや、お客は押しかけるんだ。それを2倍にも3倍にもしてみせりゃ、こぼるせえ悪口なんか吹っ飛んでしまうさ。うん、そのためには相撲をもっと面白く見せなくちゃいけない。面白く？そうだ。相撲は要するに勝負。勝つか負けるかにお客の興味があるとすりゃ、面白おかしく勝ってみせるより他にねえと。女関、そんなことを考えるってのが奴らに負けている証拠だ。さっきの申し合わせは向こうの勢いにあふられて、こっちまでがジタバタしねえようにってことじゃなかったですかい。おい、お前俺に意見する日。何の、お互いに自重しようって話さ。自重自重と言ってる間に腰が立たなくなったらどうするんだ。俺は六名官の奴らにこれでもかってとこを見せてやるには、そうするより他に道はねえと言ってるんだぜ。その気持ちはわかる。だが魂のねえ相撲はすぐ行き詰まるぜ。おめえさんのようなやり方で一時はお客が集まるかもしれねえが、そこが知れりゃ見放され、軽蔑されてやがては自滅だ。おめえの考え方は相変わらず甘すぎるぜ。お迎えに参りました。マジか、ご苦労だったな。なあ、お尋ね好き、相撲にとっちゃ大事な時だ。よく考えてもらいてえな。おう、お前そんな口聞くの早すぎる。じゃあお先に。遅くなりました。バカ野郎、何しよったっけ。Ha ha!
ありません、お嬢さん。危ないね。一体どうしたんだ？風呂場で転んで、ハメ板にぶつかったんです。多分そのハメ板の名は、兄弟子って言うんだろ。親方、今度の巡業終わりじゃ玉ヶ崎と組むってのは本当ですか？何も西の玉ヶ崎を俺たちが背負い込むことはねえと思うんですがね。ああ、大綱、小部屋力士の悲しさに肩身の狭い思いをする玉ヶ崎の身にもなってやるよ。それに玉ヶ崎はいつこそおめえより一つ下だが、そのふりゃ兄貴分だ。まあ授業中にみっちりもみ合うのもいい修行だろうぜ。どっちが兄貴分だか今日の勝負を見ていてもらいたいもんだ。勝つばかりが相撲じゃねえよ。俺は相撲は勝っちゃいいと思ってるんですがね。おい、何をぼんやりしてやんねん。え？おう、さっさと救治しねえか。悔しかったら強くなるより他にはねえんだよ。あ、俺はあの玉あたりのところの若いもんで小柱ってんだよ。仲良くしようぜ。ああ、親方、場所入りをします。今日の相手は大綱だっけな。十分用心をしなくちゃいけないし。はい。あ、親方、どうぞそのまま。先に負けずにしなければな。何？そうじゃねえか、親方。親方は沖を棒飲むか、坊関でなきゃいけねえんでしょ。バカ野郎、何言っちゃうんだ。沖を飲むかは大関じゃなきゃならねえっていつ俺が言った。
俺はただ今のおめえのような了見じゃ大関にはなれねえ、黒雲部屋の後は継がせられねえと言ったばかりだ。兄弟子が帰らないうちに若い者が勝手に寝てていいのか。え、なんでそれつが。甘やかされちゃ迷惑だ。お待ちって、お待ち。お前も早く謝ったらいいじゃないか。早くって。お待ちって、ね、お待ち。泣いてんのか。泣いてはしません。変わらってたんです。そうだろうね。日本一の富士の山が泣いちゃおかしいものね。ねえ、リュウ。お前が日本一の相撲取りになるんだって頑張ってつけた彦名だけど、富士山ってとっても素直で美しいんだよ。お前は強情すぎるよ。今だってそうじゃない。ただ頭を下げれば済むものをさ。だってお嬢さん、富士山は頭なんか下げやしません。強情かい。私の言うことがわからないな。今度の巡業先でよく見てきてごらん。だってお嬢さん、富士山ってどんな雨や風にも負けねえで、いつも雲の上頭を突き出してそっくり返っていますわ。わかんないよ。すりゃいいと思って相撲取りになったんだ。踊り踊るためじゃねえ。龍吉、お前今何て言った。
俺は相撲の稽古さえすりゃいいと思って相撲取りになったんだ。踊り踊るためじゃねえ。何だろ、さあ謝んなさい。悪いことは言わん、謝っておきなさい。偉い相撲取りには稽古はつけられねえよ。すれば便器で来い。お願いよ。若えの、おめえだいぶ痛めつけられてるらしいが、やけ起こしちゃいけねえぜ。別にひどい目なんかあってやしません。隠さなくてもいいやな。俺は小柱からも話は聞いたよ。あいつの話は大げさなんです。まあいい。だが稽古のことならもう心配はいらねえぜ。俺が引き受ける。俺が胸貸してやる。えキザな野郎だ、薄っ気味の悪い野郎だと思うだろうが、俺は日頃の大綱関のやり口を聞くにつけ、昨日今日の稽古土俵のありさまを見るにつけ、意地でもおめえを鍛え上げてやりたくなったのよ。それな、おめは俺の若いからにさっくりや、意地っ張りのよ、感触持ちのよ。明日からとは言わねえ、今すぐドンと来い。関取、そりゃこの俺覚えてて言うんですかい。裸になった相撲取りにゃ、シャバの出来事なざどうでもいいえ。お願い。先生、ティン、よし。Thank you.
嬢さん、お嬢さん、あ、お嬢さん、ただいま帰りました。お帰り。みんなはどうしたんだ。みんな親方ご馳走するって八百勢参りましたけど、わし友達と一緒なもんで。そう、お客様ならお茶でも出し、茶の間の棚に羊羹もあるよ。ありがとうございます。じゃあ、ちょいとお待ち。お前なんだか人が変わったようだね。なんだかとても明るくなって帰ってきた。お日様のせいかしら。お嬢さん、いつかお嬢さんの言った富士山の話、やっと分かったんです。わし少し凸凹が取れたかもしれねえ。知らねえよ、そんなこと。知らねえって、おめえ、聞こえるだろ。いや、あんな優しい音を聞いてると、いろんなことを思い出すな。今日で、おめえは？俺は思い出すことなんかねえよ。おふくろのことも、俺は、おふくろなんか知らねえや。親父は？親、どっかのお寺の大きな赤い柱ぐらいなもんだ。だが、もうそんなことはどうだっていいや。俺には富士山という日本一の親父があら。おふくろは土俵よ。そして玉関は俺の兄貴だ。弟は前にいる。それから
おめでとう。よかったね、本当によかったね。これほんの少しなんだけど、今日のご祝儀。お嬢さん、そんなもん。いいんだよ、早くてば。いいんですよ。そんなところお父ちゃんに見つかるとまた叱られちゃうからさ、早くてば。いや、いいんだよ。さあ、いいんだってばさ。いいんですよ。おめでとう。とても立派だ。俺は桟敷で見ていたぜ。関取、おかげさんで私もなんとか相撲取りの端くれになりました。あんの、誰のおかげでもね、皆おめえの真剣な稽古のおかげさ。これほんの少しだが、今日の仕上げだ。取っててくれ。とんでもない。そんなことしていただいちゃ。いいってことよ。ほんの印だけど。まあ、取っててくれ。いいんだよ。関取。関取、どうもありがとうございました。関取、この野郎、うぬの兄弟子は一体誰だと思ってんだ。俺を差し置いて今日の出世の挨拶を何で玉まさりなどしやがったんだ。いえ、何もそんな。何、飲めんない。こんなものもらえがって。待ってください、大綱瀬。悪きは私が謝る。何、富士には何の罪もねえんだ。やがましい。富士の兄弟子はこの俺だ。てめえの出るわけじゃねえ。大綱瀬。うるせえ。大綱瀬、何の罪もねえものを名乗るのが兄弟子。何、
親方どうだろうな。お前たち今日は稽古を休むつもりかよ。兄弟子、親方の病気は随分ありって話ですが。親方の病気を心配するのはいいが、そのため稽古を休んだらよくねえぜ。俺が稽古をつけてやる。でも関取は今まで病院で看病してなかったんでしょ。稽古はわしらだけでやりますから、どうぞ休んでておりなさい。ねえ、平気だ。おう、みんな鳴らせ。足をくじいただらしのねえ男が指導のために貢献か。土俵に立てねえ相撲取りの泣き言よ。貢献したけりゃ強くなるこった。強えやつが勝つんだ。勝っちゃいいんだ。龍吉ですか。あいつはいい力士になる。私は自分が土俵に立てなくなったものですから、せめて自分の意志を継いで立派に土俵で戦ってくれるような弟子が一人欲しくなりました。地方巡業の時、わずかの間だが胸を貸したよしみもあるので、いかがでござんしょう親方。せっかくの玉浅関の言葉だが、歴史だけは。いけないわお父ちゃん、あんな見込みのある人よその部屋やるなんて。あんなひょろく玉のどこを見込んだか知らねえが、玉浅関ってやつも随分水凶なやつだ。大綱さん、
じゃあ私もその追挙の仲間ってわけね。まあね。じゃあお父っつぁんも仲間だわ。ねえお父っつぁん。おお。ほんなら親方、龍吉を惜しいと思ってるんですか。惜しい男だからこそ譲ってやろうと思ってるんだ。へえ。お父っつぁん、それはどういうわけ。何、お前には関わりのねえことだ。だってお父っつぁん、お相撲のしきたりじゃ一旦結んだしてんのよ。生きてる限りは切れないんでしょ。それを犬か猫みたいにやるのやらないのっておかしいわ。お前は黙ってろ。俺には俺の。親方、本人には話してみたんですが、何、て言いました。龍吉、龍吉は何て言ったの。やらしてもらいますと言ったよ。本人がその気ならこっちは今日ごたね。お嬢さん、やつの好きなようにさしとくんですね。行くじなし。あ、お前うちを出ると言ったそうね。ええ。大綱が怖くてそれでよそ行きになったんだろ。富士の山だなんて、お前なんか凸凹山でたくさんよ。弱虫の恩知らずの凸凹山にこんなものをやろうと思ってた私は大バカだったわ。さあ行こう。兄貴、すまねえな。おいらがヘマやったばかり、稽古もできねえ。何心配すんねえ。稽古なんか一人でいくらだってできら。親方が当時から帰ってくるまでに、うんと信用してよかなくちゃ。うん。よ
龍吉。今帰ってきた。留守中はご苦労だったな。親方。藤、取ってるかい。へっ。お柱、起こしてやれ。へっ。おい、兄貴。あ、入った。お前方、いけねえや。おかしな野郎もあるもんじゃねえか。一体なんて人かな。相撲部屋の娘によ相撲の番付を送ってくる慌て者だ。もちろん名前も書いてねえよ。キヨ、おめえこの頃さっぱり元気がねえの。いや、別に、あたし。どうしたんだ。どっか悪いんじゃねえか。いや、じきに大勢と顔が例の預かりの一件、親方に代わって復帰させてくれよ。土俵の上で仕切ってぐっと前を見ると相手の顔がちゃんと目の前で仕切っていた。何言うのさ、お前当たり前じゃないか。いや、おかみさん、俺は本場所の土俵の上で相手の仕切りをはっきり見たのはこれが初めてですよ。いや、大綱は向こうにもらってこの部屋を継いでもらえてんだ。お前、大綱はどうしても嫌だって言うから、そいつはお父っつぁんの方で負けたんじゃねえ。今度はお前の方で負けなくちゃ。それに第一、今度の話はとても、
山という人からお前を大綱の嫁にという話があった。もちろんわしは意外な返事をしてたが、お前大綱が嫌だったら上方の子を承知しないか。いつまでもグズグズにしていちゃお互いに気まずくなるからな。車が参りました。お、あ、車さん、え、お待ちどさまでした。なんだこりゃ、相撲取りは一人でも二人前っていうシャリか。みんな出払ってこいつしか残ってなかったもんで。へ、お、あ、ちょっと関取ねえ、私も一緒に乗せてっておくれよ。そんな顔しなくても大丈夫。別に車の中で口説きはしないよ。お前さんの女嫌いは評判だもの。黒雲親方のお嬢さんでしょ。まあこれじゃお困りでしょう。さあどうぞこのお傘を。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。と頼んでるんじゃないんだよ。入幕早々勝ちっぱなしで7日目までこぎつけたお前さんに負けてくれなんてそんな無理を言うんじゃない。わけでいい。今場所の大綱は6勝1敗だ。もう目の前に大関がぶら下がっているの。卵も出してやってくれ。うん、心配することはないよ。誰もいない船の上の相談だ。どれに知れるこっちゃいなし。桐山旦那、このことは大綱関も承知の上のことですかい。いや、大綱は知らない。また大綱に知らすべき筋合いのものでもなし。安心して相談に乗ってくれないか。旦那、大綱関も我々仲間じゃ一方の旗頭。つまんねえことを言って、あの陣に恥をかかせんのはおよしなせ。さあ、そこだよ。大綱に恥をかかせたくないばかりに、わしがこうして相談に来たん。明日の勝負にもしものことがあったら、それこそ大綱は大恥をかく。なあ、藤関。金で済むことなら何でもする。訳を取ってくれないか。嫌だ。
は必ず大綱関に勝ってみせる。負けてたまるもんか。何を。いらねえことをしておくんだったね、旦那。頼みもしねえのにつまらねえこと。いや、それというのも、お前さんかわいさのあまりだ。生まれて初めて恥をかいたよ。恥をかいたのはこっちでござんすよ。旦那、あっしが富士の野郎に比べてそんなに頼りなく見えますか。いや、そういうわけじゃない。が、富士は今日の出の勢いだし、物の弾みということもあるし、お前さんは大関が目の先にぶら下がっている大事な体だ。万が一と思うのは、ひいきのわしたちの思いやりよ。よしておくんなせ、バカバカしい。勝ちさえすりゃいいんでしょ、勝ちさえすりゃ。なんでこんなもの。大綱、話がある。部屋まで来な。あの旦那のやったことはお前はちっとも預かり知らねえんだな。当たり前でさ、高丸龍吉ごときに何であっしが。うん、ならいい。だが明日の相撲に対する心構えはできておったな。相手が相手だ。心構えの何のって大げさなことはいらねえ。まあ見ておくんなせ。近頃少しいい気持ちになりかけている富士の野郎に、明日は土俵の砂を舐めさせてやりますよ。大綱、それが黒雲部屋を代表する大綱の言葉か。え、いや、お前の取り口や物の考え方に日頃疑いを持っていた。だがうちの部屋を背負って立ってるお前への遠慮やら気兼ねやらで、ハラハラしながら黙っていた。だが今はもうはっきり言う。大綱、相撲は勝ちゃいいという考え方は今日限り捨ててもらいたい。俺はよくわかんねえね。お前はなぜ素っ裸で土俵に上がるか考えてみたことがあるかい。裸は正常無垢だ。裸は無我無心だ。勝ちゃいい、勝ちさえすりゃ、それは芸人の根性だ。お前のそんな気持ちが自分を過当なものにしていたことに気がついていたか。いや、自分で気づかんだけならいい。弟子たちまでも知らず知らずのうちにお前の悪い気風に感化されていたとすりゃ、うちの部屋のため相撲道のために由々しいことだぜ。あの富士の山のことだってそうだ。あれは素直でいい相撲になると俺は日頃から目をかけていたんだが、お前の悪い風を見習ったのか、汚え相撲をやるようになった。こいつはいけねえと思ってるところへ玉鷲関が譲ってくれと言ってきた。俺は実のところは手放したくなかったんだ。しかしこの部屋に置いとくことはあいつの将来のためによくねえ。俺も育児がなかったらさ、お前をたしなめて正しい気風を作り上げることをせずに手放してしまったんだ。なあ大綱、明日は富士も力いっぱい今限りぶつかってくるだろう。それをがっちり受け止めるお前もすがすがしい心で戦ってくれ。裸と裸、男と男、魂と魂、土俵に生きる俺たちだけの知る生きがいをしみじみ味わってみねえか。
んなおせっかいな悲劇がいるから相撲取りは世間からとやかく言われるんだ。この寒いのに水泳ぎなんかして、さあこれでもお上がりよ。でもひとっ走り行ってきてからゆっくりいただきます。なんだね、またどこかへ。何、ちょっと船宿まで行くだけなんですから。あっしはどうもあのお守りがねえと。お守りといってもあの富士山の絵だろ。ええ、あれは稽古場にだって、お前の部屋にだって貼ってあるじゃないか。ええ、でもだからもしお前風邪でもひいたら。うるさい、女は黙ってろ。富士、行ってこい。行ってそのお守り探してきな。朝は大切な土俵だ。少しでも気がかりがあっちゃならねえ。へっ、明日あのお守りを身につけて思う存分戦います。そして親方と大綱関の預かりの一件、明日こそわし親方に代わってきっとケリをつけてみせます。富士、おめえ今妙なこと言ったな。え、俺のためだと。おめえ少し考え違いをしていねえかい。俺がおめえを黒雲親方から譲っていただいたのは、勝負をおめえにつけてもらうためじゃねえ。二度と土俵に立てねえ俺の魂をおめえに譲りたかったんだ。真に相撲道に生きる立派な力士に仕立てて、俺の土俵に対するせめてもの恩返しをしたかったんだ。へえ、ああ強いばかりが能じゃねえ。本当の強さは、いいかい、本当の強さは正しい精神の裏打ちがあってこそ初めて光り輝くんだぞ。親方、よくわかりました。富士、分かってくれたかい。へえ、おかみさん、ご心配かけて相すいません。俺だって本場所には縁起を担いだもんさ。行きねえ、行っておめえの神様取ってきな。親方、すいません。ユキさん、それわら、家宝は寝て待てよ。お前神様の方からちゃんと舞い込んできたじゃないか。稽古場にもう一つはしまってあります。わし春の富士は春場所、夏の富士は夏場所にいつも詰め込みの中へ挟んで土俵の上へ上がるんです。この部屋のは秋にだね。
裾野のもみじは化粧回し、あの中腹の白い雲が横綱のような気がして、わしいつかこうなりてえと思っているんです。そう、稽古場のは冬だったね。ええ、お父ちゃんの気持ちを知らないで、お前のことを育児がしたなんて言って許しておくれよ。お嬢さん、私今日は事情がすっかり分かった。なんだかお前に悪いような気持ちになって。お嬢さん、でも遅すぎたらしいね。え、東京の相撲の見納めに明日はお前の働きぶりを目の底に焼き付けておくよ。ね、立派に男らしい相撲を取っておくれよ。東京の見納め、お嬢さん、お嬢さんは私も人並みにお嫁に行くのさ。上方の人なんだ。お父っちゃんも年だしね。今夜がお別れだろうけれど、お前も幸せに暮らしよ。お嬢さん、わし何のことかさっぱりわからねえ隠さなくたっていいじゃないか。私はちゃんと知ってるんだもん。何を？お嬢さん、何を知ってるんです？だって私はこの目で見たんだもん。去年の夏場所7日目、川平から二人乗りの車で出て行った人のこと私は言っているんだよ。教えてくれたっていいだろ。名前なんて、お嬢さん、わしはあの人の名前も何も知りゃしませんよ。ただひょっこり一緒に乗せてくれと言ったまでですよ。だってお前二人前の車を呼んどいて。そんな、いえ、あの時はあの車より他になかったんです。それであんなことになったんです。それで、あんなことに。お嬢さん、私もう帰るわ。じゃあわし車呼んでくる。私二人前の車は嫌いだよ。え、
休日さん。もう帰り？わし、車呼んできます。誰か若い者を走らせたらいいのに。間違っちゃいけねえんで。何を？二人乗りの車じゃいけねえ。一人乗りのやつ。本当かい？うん、もう千年力だ。